離島キッチンの生い立ちとしては2009年10月の島根県沖ノ島海士町の観光協会が主体となってできたプロジェクトです。最初はキッチンカーでしたり期間限定の店舗を運営していたんですが、最初に神楽坂店ができまして、その後福岡店、続いて札幌店という形で今回3店舗目の出店となります。で、札幌店ができた経緯としてはですね、海士町以外の初めての町が運営主体になるということで、今回利尻町の NPO 法人利尻ふるさと島づくりセンターというところが運営主体となっております。離島は雄大な自然でしたり、あと魅力ある産品がたくさんある一方ですね、物流コストの面だったり生産力の面で少し問題があるところがありまして、離島キッチンはですね、その日本中に点在する島を結びつけるハブとして離島のパワーを集結して、その問題をですね、一つずつ解決していくことを目的とした事業です。今はうちで取り扱っている商品は飲食で販売したり、物販で販売したりっていう生産者の方がいないと成り立たない仕事なので、今その生産してくれたものを100としたら、150だったり200だったり、もっと魅力を伝えられるようなことをしていてですね、生産者の方の言葉をもっと代弁したりできるようなことをしていきたいなというふうに